海上保安庁の最新大型巡視船巡航型3番艦弓張が進水式を行いました。今回はこの弓張の建造から進水、配備予定について見ていきます。今回は低コストこれまでの 66% くらいの価格で大型の巡視船ができたって、これも気になりますね。海保に新たに配備されるヘリコプター搭載型の大型巡視船に弓張と命名し、2023年2月21日に山口県下関市にある三菱重工業者の下関造船所で進水式が行われ、いよいよ始動の日を迎えることになりました。2番艦浅薙に続いて、およそ173億円をかけて建造された弓張は、ヘリコプターを2機搭載できる大型の巡視船です。サイズは全長およそ140メートル、全幅 16.6 メートル、総トン数約6000トンで、来年度中に海上保安庁に引き渡される予定です。弓張は沖縄県の尖閣諸島周辺の領海警備や海上犯罪の取り締まりなどの任務にあたり、警備体制強化のために配備される予定とされます。前述の通り、弓張は海上保安庁の巡航型巡視船の3番艦です。この巡航型巡視船は、ヘリコプター2機搭載型 PHL、パトロールベッセルラージウィズヘリコプターに分類され、海保巡視船としては最大級の大きさを誇ります。巡航型シリーズは、1番艦巡航、2番艦浅薙と今回の3番艦弓張を含め、3隻すべてが三菱重工業者の下関造船所で建造されています。ネームシップである1番艦巡航は、すでに鹿児島県海所保安部に配属されています。2番艦の浅薙は、2022年6月に進水しており、全長140メートル。全幅およそ 16.5 メートル、総トン数およそ6000トンで、海保最大級の艦艇です。3番艦弓張と同様、2023年中に就役し、海上保安庁へ引き渡される予定になっているそうです。海上保安庁の大型巡視船としては、ヘリコプター1機搭載型で、総トン数7300トンを超える黎明型が、よく知られていますね。黎明型は、尖閣諸島を含む南西方面の警備体制を強化するために、計3隻が建造されました。そのため、大型巡視船が必要な場合に対応できるよう、船体規模では、海上自衛隊の護衛艦に匹敵すると思われる大きさで、他の巡視船とは異なり、軍艦に近い設計となっているため、1隻あたりの価格は、約262億円と非常に高価なのです。このように予算を圧迫しながら大型巡視船を相次いで建造してきたのですが、費用対効果のいいものが求められるようになり、黎明型と似ていますが、一回り小さい巡航型が建造されることになったというわけです。建造費用を抑えるために巡航型で行ったのが、小船構造でした。軍艦構造と小船構造の違いは規格で、軍艦構造だから強固というわけではなく、国際規格に基づいた小船構造ならば、長期の航海には全く問題はないのです。また、小船構造だからクオリティが下がるというものではなく、小船構造を採用した軍艦も多数存在しています。こういった取り組みで、黎明型の 66% までに経費節減を成功した巡航型は、今のところ3番艦までは建造が決まっていますが、経費を下げたことで、続いて建造することも考えられます。巡航型は、長期の展開に対応すると同時に、現地対策本部としての役割も担うので、食料や物資の搭載スペースを確保し、
災害対応区画も設置されました。居住区画についても配置や振動抑制など環境に配慮した設計となっています。それに加えて他の巡視船への支援能力も備わっており、水や燃料等の供給、他船の乗員を一時的に休養させる母船機能もあるのです。海事の出雲、片護衛艦と役割が似ており、いざという時は洋上基地にもなり得ると思われます。巡航型にこうした母船機能が付与されている理由は、近年の中国海警局の著しい海洋進出による船の増加や大型化、重武装化に対して警備力を強化するためではないでしょうか。建造コストを抑えたことから、重き出力が小さく最高速力に差がある可能性も指摘されていましたが、実際には短期出力9000馬力の機関が4機装備されているので、合計3万6000馬力の出力が確保されています。ヘリコプター搭載型が特徴である巡航型は、エアバスヘリコプターズ社製の EC-225 シュペルピューママーク2プラスを2機収容できる格納庫があり、配備自体も常時2機を搭載する運用となっています。兵装としては、40mm 機銃1機、20mm の M61 バルカン砲2機を搭載、遠隔操作式の放水銃や停戦命令を勧告する電光掲示板なども揃っているので、巡視船の中では最も重武装が施された船の一隻と言えましょう。今回進水した弓張は、中国の領海への侵入に対し尖閣諸島周辺の警備に当たることがすでに決定していますが、中国海警局はさらに増強を進めており、情勢は常に変化しています。海保の中で最大規模の管区であり、沖縄県那覇市に保安本部を置く第11管区海所保安部は、尖閣諸島を含む沖縄地方の東シナ海及び太平洋の警備を行っており、尖閣領海警備専従部隊があります。この第11管区内には中国と台湾が領有権を主張する尖閣諸島があり、他管区からの応援の巡視船を受けながら常に尖閣諸島の海域に巡視船を展開させてきました。1971年、昭和46年以降、中国や台湾が尖閣諸島を自国の領土と主張してきましたが、2012年9月、日本が尖閣諸島を国有化して以来、中国政府公船の徘徊や領海への侵入などの事案が増加したのです。中国によるこれらの行動は、尖閣諸島は中国固有の領土という主張を根拠とした行為であり、周辺海域への徘徊や領海の侵入を繰り返しています。こういった中国による接続水域入域と領海侵入を受け、警備体制強化を余儀なくされたため、巡視船を建造し、12隻の巡視船からなる尖閣領海警備専従体制を構築。2018年までに小型の巡視船9隻を宮古島海上保安部に配備しました。こうして組織された尖閣諸島周辺領海に対する尖閣領海警備専従体制ですが、中国海警局は強大な国力を背景に、海上保安庁の船舶をはるかに上回るペースで艦艇数を増やし続けていて、侵入頻度も増加する一方なのです。対抗策として日本は2019年度末までに新型ジェット機ファルコン 2000LXS を3機配備し、尖閣24時間監視体制を完成させました。海保は尖閣諸島周辺のパトロールを行う専属部隊を立ち上げましたが、それでも中国海警局は年々船を増加しているので、海上保安庁も同海域に長期間泊まって任務を行える大型巡視船を次々と建造したのです。
その一連の流れに、今回進水した巡航型巡視船の3番艦弓張りも想定されているのです。大型で万能に使える巡視船を、尖閣諸島周辺海域に、領海警備専従体制の一翼として投入するというのは、大きな役割ではないでしょうか。中国海警局は、2018年の再編成で、武装警察部隊に編入されています。もともと海軍が運用していた艦船の移管も行われており、軍艦と同じ手法を装備した艦船も確認されているので、尖閣諸島周辺での摩擦が非常に懸念されるところです。2021年1月、中国は海警局の職権や権能を定めた海強法を制定しました。この中には、曖昧な適用海域や武器使用の権限等、国際法との整合性の観点から問題がある規定が含まれていますが、それによって、日本を含む関係国の正当な権益が損なわれるようなことがあってはなりません。中国海警局の船は、領海侵入の際、日本漁船に接近する動きを見せたり、砲を搭載した船舶が領海侵入したりするなど、尖閣諸島周辺の日本漁船の自由操業を妨げています。言うまでもなく、尖閣諸島は、歴史的にも国際法上も、疑いようのない日本固有の領土です。日本は、これを有効に支配していますから、尖閣諸島について、解決すべき領有権の問題は、そもそも存在しないと思われます。今年2月には、中国海警局が、およそ150隻の艦船の実動体制を始動させており、日本の巡視船との数の差は、開くばかりです。尖閣諸島周辺において、中国が活動を活発化したことによる、偶発的な衝突の危険は、避けなければなりません。日本政府関係者は、中国は、船の量で、日本を圧倒している。これまで保たれていた、パワーバランスが崩れてしまったと、危機感を強めているそうです。尖閣諸島周辺の我が国の領海内での中国海強船の活動は、そもそも国際法違反です。台湾や南シナ海においても、その領有を主張して、独自の主張を押し通そうとすることは、断じて認められない暴挙と思われます。